ずいぶん前、一度だけ母の見舞いに行ったことがある。お母様の？亡くなった母のさ。ご病気だったの？私を憎んでいた。まあ、鼻につく薬品の匂い、錆びたベッド、むくんだ顔で私を睨んでた。私が近づくと、いきなり私の首を掴んで、死ねと言った。今は姉さんと暮らしているのさ。姉さんは優しいから。でもあの時のことは今でもよく覚えてる。こんな風に。私、あなたになら殺されてもいい。本当に？だって、そしたらすぐにあなたに生まれ変わるもの。まだその時じゃない。私たちにはまだ時間があるよ。ヨリコ、夏休み湖でも見に行かないか？湖？うんと遠くの最終列車に乗って行けるところまで行くんだ。野宿したっていいさ。夜になったらまた最終に乗る。どこかの遠くの湖めがけて。素敵。